はい、それでは実況やっていきたいと思います。ディアブロです。 PS4 版になります。初めてのプレイになります。ですので PS3 とかの引き継ぎはありません。ちょっと女性はやだ。女性、このねウィッチドクターってやつでやっていこうかなと思ってます。ドログバショット、ゲーム設定オプション、サラウンド、サウンドマルション、その他、どっちだろう。それじゃあ第一章やっていきたいと思います。もちろんノーマル。すごいな、トーナメントっていうのはなるんだ。です。操作方法もちょっとわからないですね。生まれ育った密林を遠く離れ、私はあちこちをさまよっていた。知識は膨大な量になっていた。人々は私が追放されたと考えている。生あるうちに戻ることはないだろうと。彼らは私が死者の魂を否定したと考えているが、そうではない。私は死者の魂に従っているのだ。彼らは私だけに教えてくれた。天の火によって終わりが始まると。そしてそうさせてはならぬと。行かなければならない。私のほか彼らの声に応えられる者はいないのだから。選んだキャラクターごとにオープニングが違うんですかね。死の匂いが漂っている。流星は近い。うわ、すごっ。操作方法がめっさ分かんないんですけど。オプション、まあ行きますか。とりあえずこの R2 だけ押せば吹きやん、なんだこの R2、 これで攻撃。攻撃できない、ここから吹きや。吹きやは丸だね。そうだね、とりあえず吹きや、吹きや攻撃。なんか下の黄色いゲージが溜まっていってますね。やばい、なんか来た。倒せないじゃん。ああ、味方ですかね、兵士。死者の魂が流星を探せと囁いている。それでここへ来たのだ。流星は古い大聖堂に落ちた。生き残ったのはリア一人だけだ。ジャンフォード隊長、また奴らが来ます。連中を何とかしないと門は開けられないぞ。まだ来ます。まだ来るの。
よっしゃー、ほいっしゃー、ほいっしゃー、なんか、あ、なんか出た。よし、なんか取った。新たな道が開く。レベルアップしました。レベル2。門を開けろ。 R2 で変なもん、ね。いやなら拳の末路亭にいるはずだ。R2 を押すと使用します。アンロック。帰る前に死体を焼くんだ。チェックポイント到達と。ん？なんか変わった。あ、右を押すと回転するんだ。あ、すごいこれ。あの呪われた炎が落ちてきてからというもの、死者が我々を苦しめている。墓から蘇ることのないよう仮装しなければならないんだ。トリストラムの落日について研究をしに来たんだが、このままではここも旧トリストラムの身の舞いだ。間違いでボタン押しちゃった。ああ、これがスキルね。なるほど。で、一定時間貯まるといくと。我らを見捨てた神々に今一度助けをこう。これが現在のクエスト目的地。なるほどね。今日はいい商品が入ってるよ。お金が下かな。マルコを守ると誓ったのに、その約束を果たせなかった。意外とマップが広いです。あ、押しちゃった、間違えて。町長が荷車を修理したがってるけど、手を貸してはダメよ。死者が蘇るだなんて。この右ボタンの使い方が独特ですね。トリストラムは素晴らしい町だったのに、私たち一家は旧トリストラムの廃墟からこの新しい町が誕生した当初からここに住んでいるの。でも町はすっかり様変わりしてしまった。私たちが涙に濡れながら埋葬した最愛の人々が今では町を脅かしているのよ。町を救いに来てくれたの？これも誰が何と言おうと空から降ってきたのは。あなたがリアだな。流星の落下から生き延びたと隊長から聞いた。ええ、でも私の叔父のデッカード・ケインが大聖堂の地下に落ちてしまったの。すぐに探そうとしたけど、その時には死者が蘇り始めていて、それで助けを呼びにここに戻ってきたの。でも気をつけて、怪我人の様子が。おっと、まだ使えない。声がひどいもんだ。手を打たないと町が死者に蹂躙されてしまう。この町は重い病に侵されている。私が力になろう。ありがとう。門のところにいるランフォード隊長ならどうすればいいか教えてくれるはずよ。子牛の末路亭へようこそ。微妙にあれだね。使い道のないお宝があったら持ってきてくれ。多くは払えないが買い取るよ。なるほど、買い取りと。微妙にあれだ。微妙にヒットポイント減ってますね。もう6日も立てこもっている。デッカードおじさんは今も行方知れずで、ランフォード隊長もみんなも希望を失いかけている。まだちょっと操作方法は信仰を失わないようにと伝えたけど、もし誰も助けに来てくれない。操作方法が慣れないですね。これ右で、これもなんかかな。ランフォード隊長と話せ。ここを通りたい。私を誰？なぜ町を本気で言ってるのか。この町は。なるほど。16人の兵士のうち、とりあえずヒットポイント減ってるんで、我らは皆間もなく死ぬかもしれない。これで治療してくれると。町のために手伝えることはあるか。その勇気には敬服するが、ダルティン隊長をはじめ兵たちは皆殺しにされた。私一人が生き残ったのだ。彼らの犠牲で人々が救われたのだ。
敬意を払おう。そうか、あなたなら大丈夫かもしれない。レッチドマザーとクイーンを倒してくれ。奴らが恐怖を撒き散らしているのだ。東壁が攻撃されています。レッチドマザーとクイーン、これがレッチドマザーだ。この道の先の廃墟にもまだいるぞ。レッチドマザーで、どれがレッチドマザー？万能タガー。それじゃあ行きましょうかね。マザー、レッチドマザーを倒しに2で回転します。9、トレストラム街道。お、なんかでかいの来た。お金が出るときと出ないときがあるのね。面白いね、この攻撃結構面白いと思いますね。お、ここのマップは微妙に広いかな。まだ使えない。まだ使えない。さりげなく武器が変わってる気がする。マーク出たね。もうちょっとこの辺を探検してから、左上、ここ行っちゃいけなさそうですね。じゃあこの中入っていきましょうか。カビ臭い地下室。お宝ないかな。クイルフィンドか。巣が近くにあるはずだ。クイルフィンド。まだ使えない。やべ、結構強いんですけどこいつ。地味に食らってんだけど。意外と強敵だった。巣は破壊した。L1 ボタン。これで終わり？何もないかな。こっち行けるのか。行けない。ネズミだけ行けるのは。レッチドマザー、マザーを倒せと。これ右側も行けんのか。行けないと。もうひたすら遠距離攻撃。この吹き矢地味なんですけど。意外とこの地味な戦いが。こっち側行けないと。だから左側から、上を回っ